ブリングが終わります。スタートしました。完全ゴールの1、2番グリーンエリア、2番ロゼル、そして5番ペパルスピードのスタートをつけて、ここで寄りをつけて10番アンドレスの位置に先頭を奪います。外回りを続けます。1、2番ロゼルの2番ペパルスから11番ヒトロイテが2番に上がっていかれて3番です。その後の試合は5番のペパルスピードで4番です。現在4番ですが直線通過上位2を伸ばして大事なグリーンエリア、アサハマスピード6番です。4番のヒトロイテです。先頭の前に